はい、平楽の窓です。今回の話題、日本の起源は朝鮮。アメリカ学者の主張に韓国大いに賛同。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。だいぶ前に話題になったジャレット・ダイヤモンドさん、アメリカの生物地理学者、そしてノンフィクション作家というね、こういった肩書きを持つ大学教授でありますけれども、その人の著書を介する形でまた最近、まあこれは2021年8月でありますけれども、韓国のネットで記事が上がっておりました。日本の先住民は渡来した韓国人だ。こういったタイトルでありますけれども、弥生人は朝鮮半島から渡来人だというのは定説ですが、日本の先住民とされる縄文人でさえ朝鮮半島が起源だという説です。ジャレット・ダイヤモンドの銃病原菌鉄は発刊以来人類の歴史を読み解くユニークな洞察で世界的なベストセラーとなった。2003年の改訂版では、日本人はどこから来たのかという論文が追加で掲載され、弥生時代に先進農業技術を持って移住した韓国人が今日の日本人の祖先だと主張して波紋を呼び起こした。特に日本人が古代日本王家の古墳を調査することを徹底して妨げているのは、日本人が神聖視する日本王家の祖先が古代韓国人であるという事実が明らかになることを恐れているためだと指摘する。日本の古代史は朝鮮文化、狩猟と裁量、弥生文化、稲作文化、古墳前期、古墳後期順に発展してきた。紀元前4世紀頃、弥生文化は青銅器と鉄器が複合したものだが、なぜ日本列島にそのような文化が突然出現したか。それは高度な文化を持った朝鮮民族が日本列島に移住し、稲作とともにもたらしたからだ。それが現代日本人の祖先なのであると。まあ素晴らしいですよね。まあここまで言うかというものでありますが、そもそも日本人の先住民はあくまで日本人だよというね、そういう説が今はねほぼ定説化されている、そういう雰囲気もあると思うんですけれども、縄文人だ弥生人だとやるのは今になって思えばですね、朝鮮からの渡来説ありきで作られた話ではないのかなと、こんなこともね私素人ながら感じておりますが、どうでしょうか。そして現代韓国人においても、くだら当時の人間とはね、今の人とは全く別人だよと、まあ、別人とまでは言いませんけれども、また違うね、系統の流れの人たちだよということもね、まあ、明らかになっていると思います。とにかくこんな学者の話が出るから、彼らはですね、いい気になって本当に日本の王家なんてね、言葉を使いながら、日本の天皇家の子孫が、くだらだなんて、そんなことをね、いう裏付け証拠だと、鬼の首を取ったようにね、騒ぐわけです。そして結局はですね、だから弟である日本は兄である韓国に対して敬意を払わなければならないと、こうなるわけですよね。間違っても当時の日本が百済や朝鮮半島のね、あの当時の地域を支配していたなんてことはね、あってはならないと、こういうことであります。そういったものに加担している一人がこのジャレッド・ダイヤモンドというね、作家になるのではないでしょうか。例えば日本人とは何者だろうという著書に関して、日本のアマゾンの書評ではこんなものもありましたね。これはジャレッド・ダイヤモンド氏は著書の中でどんなことを言っているかという感想の一部でありますけれども、日本人は見えっ張りだから無理に扱いにくい文字漢字を使っていると、こういうことをねジャレット・ダイヤモンド氏は言っているということであります。要するに漢字を単なるステータスでね、日本人はカッコつけで使ってきたんだと、そういうことでありますよね。それから漢字は日本語に合わないので、日本人は漢字の使用をやめるべきだと、こんなことまでねジャレット氏は言っているわけですけれども、これ完全に文化破壊ですよね。もう亡き者にしようというね、そういう魂胆よくねやる手でありますよね、あちら側の人たちが。
このジャレット氏一体誰に頼まれてこういうことを言っているのかなということであります。まあ、ただそういうからにはですね、このジャレット氏も相応の日本語能力、私たちの議論するぐらいのそういう、ね、言語能力はあるんでしょうね。そうでなければそもそも日本語を語ること自体がおかしいわけですからね。はい、それからですね、ハングル文字は朝鮮人が発明した素晴らしい独自文化ということであります。そしてもう一つ、朝鮮民族の識字に関して日本政府は無関係と、こんなことを言っております。このジャレットなる人物は大学教授で学者を語っているわけですけれども、ほんのたった100年前のね、そういった近代史すら調べないでこういうことを言っているんでしょうかね。ハングルの教育や識字率普及に日本が全く関係ないよと、あれは全部韓国人が自分たちの力でね、文化で築いたものだと、こういうことをわざわざなぜか言いたいわけですけれども、どうしてでしょうかね。まあこれだから、まあ朝日新聞社もね、この実はこの本絶賛しているということであります。もしご興味のある方はですね、ぜひご覧いただければと思うんですけれども、ただですね、いろんな人の書評を見た限りにおいては、どれもこれもみんな同じような感じでした。要はね、まあ、この今読み上げたような、取り上げたような、ね、書評に関しても別にこの人が特別おかしなものではないということであります。こんなあからさまな言動をしてどの国が一体喜ぶのかということでありますが、まあ、それは、ね、一目瞭然でありますけれども、果たしてどんな、ね、関係を結んでいるのかなと、こんなことを、ね、疑ってしまいます。まあ、いずれにしましても、日本人と韓国人、その性格や道徳観、文化習慣の違い、これほどまでの差があるというのに、その辺はどのようにね、説明するのでしょうか。結局のところ、産業も経済も技術も文化もマナーにおける世界の評判も日本にはね、かなわないということで、まあ韓国さんはあれもこれも全部韓国が起源だよと、このようにね、常日頃言っていると思います。韓国の起源説というのはね、本当にムエタイやトムヤムクンの被害者でもあるこちらタイでもすっかりおなじみになっているという、そういう状況だと思います。はい、続きまして、今回ご紹介するタイ人の声、先ほどのアメリカの学者さんは、日本人のルーツ、そして日本の文化は全て韓国だと、こんなことをね、本にまで書いて一生懸命言っているという状況でありますが、そしてね、韓国のテレビなんかにも出てね、一生懸命同じことを言っているという、そういうね、こともあるようですけれども、今回ご紹介するタイ人の声はそれにちなみましてと言いますかですね、ちょっと面白い投稿がありましたので、ご紹介してまいりたいと思います。まずは投稿主男性、日本人はなぜ祖先が韓国人や中国人と同じだとは考えていないのですか、顔を見ると似たような人がたくさんいるのですが、というね、こういう投稿であります。まあ、東南アジアの人から見ればですね、東アジアの人やっぱり似ているなという人もね、多いとは思いますけれどもね。はい、これにどんな声が上がったか、早速1人目、人類の進化は複雑です、私たちはみんなホモサピエンスとして交配分裂を繰り返してきた同種でもあり亜種でもあると言えます、というね、まずはこういう意見でありますけれども、それは確かにありますけれどもね。そういうことを言い出したら、まあ、結局ですね、うちの子供なんかも日体ハーフということにはね、なってしまうわけですけれども、はい、それから次、それにしては日本人の鼻だけが高いのはおかしいです、とこういう意見もあります。これはですね、この人が特別ではなくて、よくね、タイ人の人は日本人の特徴の一つとして鼻が高いと、こういうことをね、言う人が多いんですよね。実にね、中国人や韓国人に比べるとその辺がね、ちょっと違うよということであります。まあ、ただね、そうは言っても日本人だっていろんな人はいますけれどもね。はい、それから次、日本がルーツで韓国や中国に広がっていったということはないのですか、というね、こういう意見でありますけれども、これもわかりますよね。何でもかんでも大陸からね、日本列島にやってきたという意見ばかりですけれども、まあ、素人としてはですね、私たち一般人としてはですね、そういうことはないのですかと、逆にね、絶対ありませんかと先生にね、聞いてみたいところでもありますけれどもね。はい、それから次、日本に15年住んでいますが、中国人や韓国人の祖先のルーツを否定する人はそんなにいないと思います。
でも中国や韓国が好きかと尋ねたら、それは全く別の問題になります、ということでね、さすが日本に住んで15年よくご存知でありますよね。はい、それから次、日本人を観察してみると、二重で大きな目、浅黒い肌、際立った鼻、中国人や韓国人には見えません。ただ中国人には似たような人もいると思います。いずれにせよ韓国とは違います、というね、こういう意見であります。まあ中国といってもですね、あれだけの人口で、あれだけのね、広い土地で、世界中にも散らばっているということを考えればですね、これが一つの中国人ですよというのもね、おかしな話かもしれませんよね。はい、それから次、韓国人は中央アジアからの移民ではないかと思います。中国人は北の遊牧民から追われ、南の地域に住んだ人たち、日本人は元から島国の山岳民族だった、肥沃な土壌、良好な気候からは豊富な作物が取れ、海の幸にも恵まれたでしょう、とこういう意見であります。はい、それから次、私は日本で勉強しています。大学の教授からこのように聞きました。日本の中央、すなわち本州が南北に比べて豊かな環境にあったため、そこに浅黒い肌のモンゴロイドのグループが中国から海を渡って移動した。もともとの先住民が北の青森や北海道、南の沖縄などへ逃げていったのが現在の形です。だから日本の本州中央の人たちには中国人のように見える人も多いのです、というね、これ日本の大学教授がこのように生徒にですね、留学生に教えたということでありますけれども、どういうことでしょうかね。まあこれはいわゆるですね、今でもあると思うんですけども、日本人はね、そもそもが侵略者だった、インベーダーだというね、そういう説でありますよね。以前対楽でもアイヌ関連でね、そのようなことを言う大学教授、これ日本人ですけれどもね、日本の大学教授の話も取り上げましたけれども、その先生はいずれにせよ結局は人は皆アフリカから始まっているからね、とこのようにね、結んでおりました、その記事ではですね、私が読んだ。まあでもね、そんなことを言い出したらね、途中は何言ってもいいのかということになってしまいますからね。よく議論されているのは、いわゆる縄文人、弥生人あたりがですね、今の本当にね、日本で言われてきた、今のと言いますか、これまでですね、過去に言われてきたようにですね、縄文人が元からいて、あるいは弥生人はですね、大陸の方からやってきた朝鮮半島やね、中国人だというね、そんな意見がずっとありましたけれども、それがどうなんだというね、それに対するオブジェクション、こういうことでありますからね。うん、これについてこの先生はね、全然無視して、そもそもがアフリカだなんてね、言っていた、そういうことがありましたけれども、はい、それから次、なぜ移民なのに母国語を話さないの、というね、こういう意見もあります。そうですよね、日本語はもうあくまで日本語だということで、言語学的には別のね、語系だというね、そういう説もしっかりあるわけですからね。はい、それから次、日本人はアイヌは日本人だと認めていませんでした。それが容認されたのはつい最近のことです、ということでありますけれども、これね、アイヌ新法ですよね、もうあれができてから、私はタイ人に正面切ってね、アイヌのことについて反論することが正直できません、その前にね、日本人としては日本国内の認識を、そして政府や行政の方針を変えなければですね、これタイの人に文句なんか言えないわけですよね。外国人が聞いたら完全なこれアウトローということになってしまいますから、今のね、日本である政府の公式的な見解、アイヌ新法なるものをちゃんとね、きちっと正しい方向に修正できない限りは、私はね、これダメだと思います。もちろんですね、個人的に話すときにはですね、まあこう、実はこういうこともあるんだよということはね、話せますけれども、こういう公の、例えばネット上で議論するなんていうことはですね、おかしいと思うんですよね。ですから、まあ、まずはですね、海外、外国人に言う前に、日本人の問題ですよね、これはね。はい、それから次、中国人や朝鮮半島から日本へ渡った移民もいたでしょうが、それ以前に日本には独自の文明があったはずです。ですから日本人が中国や韓国からの渡来人だというのは正しいとは言えません。アイヌなどは見た目も文化も日本人とは違い、
ロシア北部やエスキモーに近いと思いますというね、こういう嬉しいコメントもあるんですよね。ですからこういう人にはですね、盛んにね、加担してですね、いい意見をね、どんどん言っていくということはいいと思うんですよね。はい、それから次、言葉を見れば韓国語も中国語も日本とは全く異質なものだということがわかります。私たちタイ人でさえ中国の親類には数えられたくないと思う人が多いでしょうということであります。まあね、確かにね、タイ語系はですね、中国語の影響をね、まあ必ずや受けているとはね、私も思うんですけれども、それにしてもやっぱりね、一緒にしてくれるなというね、そういうタイ人も多いということですよね。はい、それから次は最後のコメントになります。こういった質問に答えるのは難しいですね。日本人に直接聞いても、ある人はさほど気にせず、ある人はナショナリズムを持って一直線に意見を述べる人もいる。芸術的な感性の人もまた一定方向の思考がある。科学的に捉える人は事実だけを知りたいと思うでしょうけれど、そこでもまた言語学、考古学、物理学、遺伝子学など様々な観点がある。日本人はもちろんのこと、タイ人についてもまだはっきりしたルーツの答えは出ていませんね、とこういう最後の人のコメントでありました。はい、ということで今日の動画はここまでです。皆様は今回の話題、そしてタイ人のコメント、どのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうか。ぜひ今回もまた皆様のコメント楽しみにお待ちいたしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、ベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。